はい、おはようございます。SPK です。2022年2月の24日はい、前日がね、あの天皇の誕生日で祝日だった明けの平日ですね。今日はこちらちょっとローカル感ありますよね。村上市のブドウスキー場来ました。なんでブドウなのかってね、ちょっと疑問だったんですけどね。どうやらあの映るかな、あそこ、この山があのどうもブドウ山らしいです。あ、もしかしたら向こうかもしれない、ごめん、あの違ったらね指して、はい、多分ねあっちだと思う、一番でかいやつだと思う、ブドウ山っていうから、まあブドウスキー場らしいですね。ブドウが特産だと思ってね、腹ペコリンかと思ったらね、そういうわけじゃなかったですね。よし、まあ、というわけで今9時過ぎてリフト運行開始、あの前日までの大雪でリフトが動いてなかったですけど運行開始したんで行きましょう。お客さんはね20人ぐらいいるかな、平日だけど結構いるのかどうかっていう感じですね。このスキー場目の前の駐車場小さいんで、まあ、その小さい駐車場がやっと埋まるかなっていうところです。よし、じゃあ行きましょう。あ、ちなみにリフト券は橋の背があるタイプのバーですね。で、圧雪車は2台から、で、第一リフト沿いのっていうか第一コースのここですらなんかすでにあの冷や雪になってるんだけど、今日やっぱ圧雪追いついてないのかもしれないですね。あの若干ねちょっと心配な雰囲気があります。まあそれほどね、あのバリバリやるようなスキー場じゃないんでね、圧雪どうだろうね、結構降ったみたいですからね。この下とか足場組んでなんかいろいろある。多分ね、好きな人にとってはねこのリフト下ね滑りてーって言うんでしょうね。今のこことかねいい感じで、しかもあの途中橋があって、やろうと思えば行けそうな感じを醸し出しちゃってるから、これもしかしたらちょっとね無法者に知られ渡ったら、ここパウダー荒らしに来るようなやつが来るかもしれないですね。一応スキー場としては許可しないはずなんで、ここてか今日に関しては、大雪のため冷や雪コースもね、滑んないでくれって言われたんですね。おすごいな、多分この下で 2,3 メートル積もってますね。ここ標高はね相当低いんだけどね、で、中間の監視小屋があって、そう、古いスキー場とかでよくある中間の監視小屋とかあるんですけど、あれって何なんでしょうね。昔はやっぱ使われてたんですかね。で、第一リフト沿いのここ急斜面ってことでいいんだよね。斜度はね結構あるような気がします。ここはね、まあ滑れるみたいですね。一応ね、コース端とかの雰囲気見ると圧雪はかかってるようなので、まあ大丈夫なんでしょう。はい、ただ多分夜圧雪したんですかね。夜圧雪して夜に降った分がそのまま積もっちゃってるっていう感じに見えます。あ、こっちもなんかコースがある。迂回コース的なやつなのかな。ちょっとやっぱ初めて来るスキー場、しかもゲレンデマーブルでちゃんと見ずに来ちゃったからね、ちょっとワクワクしますね。あ、パウダー出てる方がいる。ウィーウィーフーフー、ええやん。木の間から出てきましたね。あそこコースあんのかな、もしかしたらね、ちょっと認められてないあれかもしれないですけどね。まあ、でもこのリフト沿いのここ目の前のやつはこれ滑っちゃいけない理由がないと思うんで、まあここはね滑れると思うんで、ちょっとファットスキー持ってくればよかったなって若干思うけど、まあ一応セミファットぐらいの板なんで多分このぐらいだったら滑れるでしょう。よし、楽しんでいきましょう。そうね、今の人も上から来たっぽいね。向こうから絶対来ないね、谷間になってるから。第一リフト、とりあえず第一リフト回す。クジラロッジ気になる。
とりあえずパウダー食いに行く。というわけで第2リフト乗ってきました。乗ってきました。まあもうだいぶね降り場近いけどね。このねリフト真下がね、リフト真下が特にここら辺からかなが冷や雪コースらしいです。今日はねオープンしないです。オープンしない理由はそこが特に分かりやすいかな。ここら辺もそうですね。もう ここなんですよ。普通にね板がね雪面届くぐらいになっちゃってるの。要するに雪がありすぎるから滑れませんってことです。はい、滑ったら人と衝突しちゃうからね。はい、ここら辺はねどうなんだろう。あそこはもう完全に進入口ですよね。お、なんか鳴ってる。うん、いいねいいね。今ボーダーさんが気持ちよく滑ったね。よし、あという感じで今ここ第2リフトそろそろ降ります。というわけでここが山頂です。山頂です。山頂というのかな、よくわかんないけど、まあトップです。リフトトップです。でコースとしてはここ両方見えてるのがパノラマコースっていうのかな。で下に行くとまた分岐していくんだけど、あそこら辺ちょうどボーダーさん行きますね。こっちの右手側のコース行くとああいう風に地形遊びできます。で左側の方行くと今日だとめちゃくちゃでパウダーですね。さっきね滑ってきたのでね、この動画のカットの後ろに入れてきますけど、マジ向こうパウダーだからやばいよ。一応これね圧雪コースらしいから。でそのさらにこのそっから左側に行ったところが冷や雪コース。今日はね完全にリフトからでも雪に足がつくぐらい雪高く積まれちゃってるんで、まあ、滑れないって感じですね。だから天気が今日悪いから滑れないとかじゃなくて、まあ積雪量が多すぎて滑れない。だからもう明日とか明後日になっても多分滑れないからね、気をつけてくださいね。ここの上、こいつら一体何なんだろう、ちょっとよくわかんないんだけど、まあいっか、気にせず行きましょう。というわけでこの後じゃあ滑っていきましょう。レッツゴー。よいしょっと。地味にこっちの迂回コースもさ、よいしょっと、この辺からドロップすればメンツルパウダー食えるんだよね。たかだか数十メートルだけどね。初心者の人とかもここメンツルだと分かってるんで、まあ、もう直下ってふーってやるのもいいかと思いますね。よし、あてててててててよし、あ
何ここ、何ここ、何ここ、超いい感じじゃん。ここめっちゃいい感じやん。まさにここ落とせと言わんばかりだよね。よし、ちょっとね一本行きたくなってきたけど、行きたくなってきちゃった行きたくなってきちゃった、どうしよう。よし、はい、ここで一回切れて、こっちですね。ここもなんか落とせそうな雰囲気あるね。落としてさ、あそこの木の間さ抜けれないかな、この木の間抜けれないかなって思っちゃうんだけど、抜けれるかな。そういうね無茶なことしない。はい、お、段差があるよ。うっ、大変だからね、もう諦めてね、こんぐらいだったら板抜いちゃう。はい、よし、続きいきましょう。これ GoPro 映ってるのかな。結構ね、こう見るとひどい段差だよね。やっぱ向こうの木の間行かなくてよかった。よし、木の間行くとここか。まあ行けたかもなぐらいか。うん、めっちゃ段差だ、怖え。というわけで、ここから初級者コースですね。いや今のマジねこけるかと思った。結構長いですね。お。ふむ、ここで分岐があるんだ。どうしよう、リフト乗り場も気になるけど第一駐車場も気になる。じゃあ行こう。え、こんで片道切符だったらどうしよう。ないよね、そんなことないよね。
第一駐車場の方行きます。あそこも駐車場じゃん。やっふー。ははーん。あーで、そこが駐車場になるわけだ。なるほど。結構車止まってますね。うん。結構止まってますね。はい。まあ、私は、でも覗きに行こう。はい、というわけで第一駐車場、来るとき全く気づかなかった第一駐車場、国道沿いなのにね。あ、結構車止まってますね。すごい、全然止まってなかったわ。はい、まあこんなもんです。十数台止まってるかな。よし、まあこっからまたコースの方に復帰していきましょう。よし、滑る、右足が滑る。これもしかして結構速くする？もしかして嫌な予感する？あそこなんか書いてあるね。俺の位置から見えないけど、今右手に持ってるあの VR カメラが捉えてくれてると信じよう。雪深いんですよね、やっぱ。今これ3月の23日。まあ、このスキー場はあと2週間で、クローズというか営業終了ということで、ね、もう正直営業期間は終わりに近いんですけど、まだ全然ね、営業できてない感じですね。まあでも新潟なんで、雪のあるなしというよりかは、畑作業とか、てか、あれですね、米ですね。あっちの作業が始まるかどうかとか、そういう基準で営業終了日が決まってるかもしれないですね。はい。結構歩くっす？結構歩くっすね。多分右側に見えてるのがおそらく武道館郵便局ってやつかな。ここの掘られてる跡は何なんだろう。雪を置き場ってなってるけど、雪すられてるのかな。あっちがな、この右奥がね、あっちがね、多分武道簡易郵便局ってやつかな。簡易郵便局と普通の郵便局の差はね、私は知らないんですけどね、何なんでしょうね。結構行くね。っていうか下りだから滑っていいかな。これ滑っていいよね。よいしょっと、なげゴーグルが曇りまくってやばいぜ。そしてね、今の撮影してるシーンをね、ずっとね、後ろから女の子に見られたと思って、ちょっと恥ずかしい。よし。徒歩100メートル。
ほど。車両進入禁止。はい。スキーは車両に入るのかどうか。ここ橋になってんだね。曇って何も見えへん。まあさっきの分岐行かなかったらここの中斜面を滑って降りてくることになったっぽいです。はい、というわけで VR は終了。はい、という感じの感じでした。また降ってきちゃったね。もう撤収しよう。あのね村上ね、ぶどうスキー場ね、これね、あれ隠れね、パウダーね、ゲレンデやで、うん、あのリフト回しで、特に上のリフトね、あの端パウでもなんでも食い放題やんない、うん、マジでパウダーばっかだからね、これで楽しんだ方がマジいいよ、うん、あの正直ね、あの雪いい年じゃないと、ってかいい降り方じゃないと、あの残念な雪な感じするけど、でもこういう今年ね、2022年のこの2月みたいに、あのバカンス感ね、雪がね降りまくってる時、ちょっともうパウダー楽しむのにね、最高のゲレンデだと思いましたね。いやこれね、あのあとねいいのがね、まあ俗に言う箱物ですね。このレストハウスとかあるでしょ、まあ、リフト2本に、まあ、上のロッジを生かすか殺すかは別として、下の箱物がこれだけでしょ。だからあの設備が非常に小さいんですよね。だからあの、まあ、赤字スキー場だとは言っても、あのうまくやればね、なんかこれいけそうな感じするんですよね、うん、あのマジで今時だから、あの降った日はぜひ滑りにおいでるパウダーをみたいな感じで売り出せばね、いける気がします。うん、いや、というわけでまた下越のスキー場を巡りとして、この村上市ぶどうスキー場を滑ってきました。楽しかったです。よし、まああの今回の撮影分から、あの全ゲレンデ全リフトとかの、まあできるだけ行ける範囲で、あの VR 画像を撮って、であの多分この動画発表前よりかは別の形であの発表させていただくんですけど、あの別チャンネル立ち上げていて、そちらの方であの VR 動画とか投稿していきますんで、もうあの編集とか全然なしですね。あのただ記録を残したいという目的のやつです。うん、そちらの方もぜひ参考にしてみてください。はい、というわけでまた次の動画でね、もしあちこちの遠征動画見たいと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろコメントとかもよろしくお願いします。おすすめのゲレンデとか言ってくれるとぜひ嬉しいです。よし、それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。